サンスポ直前チェックです、はい、よろしくお願いします。お願いします。ダービーです。ダービーですよ。北津さんの初めて見たダービーは初めてですか？いつですか？初めて、うん、いつですかね。あんまり記憶ないですね。あ、そう。そんな最初の見た時はあまり意識してなかったんで。ナリタブレインとかじゃなかった？僕そんな昔からじゃないんですよね。あ、そうですか。すいませんでした。片岡の、初めて見たダービーはハイセイコーが負けたタキホープのダービーでした。幼稚園の時でした。ハイセイコーってすごい馬が負けるんだと思ってなんかショックを受けたのをあの遠い記憶で覚えてます。以上です。僕多分断水いただくかもしれないですね。全然でもまだ、ね、あの競馬に関心のない頃見たっていう感じです。バゲ勝ってました。断水いただくの2着ね。そういう時のバゲ勝ってました。1コンボルトね。はい、いきます。はい、ダービーです。関東馬はね、4頭かな。そうですね、はい、はい、まずはレイディオロですね。はい、まあ、レイディオロは動きはね良かったんじゃないかなと思いますね。うん、まあ三頭合わせでしたっけ。三頭合わせ、三頭合わせで、ね、内に入ったんですけど、まあ直線ラスト一ハロー向いてもね一馬身半ぐらいですかね、うん、前と差があったんですけど、ルベルジョッキーが軽く合図を送っただけですっと反応できてましたし、まあゴールではねきっちり編入まで持ってきてたので。10連続ね、わざわざ乗りに来てるんですからね、うん、そうですね、まあ、力が入ってるというか、うん、サツキ終わった後もね、うん、あの次勝つの僕だよって言ってたぐらいっていう話ですからね。そうなんですね、自信もありますでしょうし、はい、まあ、レディオのね、あの中山で勝ってますけど、重賞、はい、でも本来は中山よりも東京長い、直線の長い広い東京コースの方が合うような気がします、うん、そうですね、うん、まあ、あと、まあ、距離もね、あの競馬後ろから競馬できてる馬なんて距離も大丈夫でしょうし、うん、はい、あとは本当の力関係がどうかってことですね。前回休み明けだったから、うん、今回は上向いてると思うんですね。全身あって交代なしかなっていう気はします。はい、はい、あとはねプリンシパル買ったダイヤキャグニーですか、うん、まあ、これはね、まあ、おそらくまあ中ね2周とかそういう面を考慮していつもと違って反路、うん、左回りっていうこともあるのかもしれないけどね、うん、反路がね、はいはい、まあ、そういう意味でまあ反路だったと思うんですけど、まあね、コバオ君のダイワリベラルとしっかり合わせて、うん、あのまあ、手応えはね、あの、うん、優勢だったと思いますし、まあ、馬なりながらのいい動き、簡単に詰まってるからね、はい、そんなに攻めることもないし、そうですね、うん、そんな必要はないんでね、はい、状態維持しておけばそれでいいのかなって感じしますしね、きっちり調教できてるんで、うん、まあ、そのダメージっていうのはなさそうな感じもしますし、うん、まあ、同じぐらいのディフェンスも、そうね、まあ、あの能力高い馬だから、はい、まあ、ダービーまあ、ナービーも今大事ですけども、うん、この先も全然楽しみな馬だしね、ちょっと重賞も勝てそうな馬なんでね、うん、はい、まだまだ成長していくと思います、ね、はい、マイネルスフェン、スフェン、はい、マイネルスフェン、まあ、青葉賞が、前走の青葉賞久しぶりでちょっとね、引っかかっちゃったんですよね、うん、出していったら、そう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 、まあ、ちょっとね、今までの競馬と全く違う競馬になったので、うん、まあ、参考外だとは思いますけれども、まあ、今日のね、あのウッドコースで単走でやった感じは、うん、まあ、落ち着いた足取りでしたし、そうそう、うん、もうね、そういう前回みたいなことはないんじゃないかなと思いますけどね、うん、1回あの使ってガス抜きがきっちりできて、そうそうそう、大地君もね、やっぱりね、1回、この前はもう、気負って気負ってって言ってましたからね、競馬終わって、ちょっと攻めすぎたみたいですね、前走やす、あの休み明けってこともあって、ちょっと攻めすぎたのが、ちょっとテンションの。うん、高さに繋がっちゃったかな。この前は、ね、前になっちゃったけど、本来はね、あの姉妹化するような競馬の方がいいって言ってるんでね、うん、多分そういう競馬をしてくれると思います。あ、そうですね、はい、あとインプライト、インプライトはそうですね、まあ、これね、あの合わせ馬の予定だったと思うんですけど、うん、ちょっと前が早す、はい、リードホースがね、ちょっと早すぎたっていうこともあって、まあ無理に追いつかせず、うん、そのまま馬なりでゴールしたっていうね、そうそうそう、まあ、はい、オーバーマークになるよりは全然そっちの方がいいかなって感じはしますね。保険的にはね66秒9で使うことで、うん、よう出てますよ、早い方ですもんね、うん、最後はちょっとね、もう馬なりでさっと流したような感じもあったんでね、うん、まあいいでしょう、時計はこれぐらいでね、うん、全然ですかね、もうずっとこれはね松岡ジョッキーがついて、うん、ね、面倒見て乗ってるんでね、はい、まあ、状態はまあ、状態悪くないと思いますよ、うん、まあ、ただ前走からね、すごく上がってるかって言ったら、またちょっと別の話かもしれないですけど、うん、まあ、サツキちゃんだと少しね、やっぱり疲れはあっただろうけど、うん、それはきっちりとね、2級者の方でね、回復できたって言われてましたから、保健の調教師もね、まあ、その辺は大丈夫だろうなっていうかね、はい、あとはまあ、どうい
う作戦でどういうふうな乗り方をしてくれるかっていうのはちょっと興味ありますけどね、はい、日本はこんな感じですね。そうね、はい、こんな感じです、はい、はい、じゃあ失礼します、はい。